moments are the important moments that connect us. 気運名古屋。皆さんこんばんは。10月1日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CDFM 名古屋にあるダンサースタジオから金名古屋お送りいたします。あれまた今台風がね、17号はなんか、東北の方かな、で18号が今どうなんだろう、ね、もうすぐ台湾にね、そうですね、来るということでね、またね皆さんね、お気をつけいただきたいなと思います。今日も真面目な話をしますよ。滑り王子マスクマンでございます。はい、気がついたら5年経ってて6年目に突入の金融名古屋、なんだかもうこんなに経ってしまってびっくりのみそ煮込みスキーと、実はですね FM 宜野湾が開局したのも本日10月1日、2015年の10月1日なんですね、はい、なのであの、9年なんですよ、で同じく2019年10月1日に金融名古屋も放送開始となりまして、10月1日なんですね、はい、はい、なので誕生日が同じなんですね FM というところで、いや6年目になるんですけども、はい、丸5歳まあ隣の男は相も変わらず何の進歩もないなと思いながら6年目を迎えたダンサーズでございます。進歩ないというよりかこう、こう若さを維持していると言ってほしいですね、この6年間ね、でまた6年目に突入するというね、ふざけるな。はい、こんな3人がお届けします、はい、今夜のテーマはラジオ。今夜のテーマはラジオです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーは日本酒ナビゲーターでギフちゃんラジオ毎週日曜日18時からの番組むすびイズムのサブパーソナリティのひとみんさんです。22時11分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一般サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサテと FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引っ越し取引代行は名古屋港区JTA、 個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。
リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。もう終わりです。キウナ名古屋。はい、ツイキャスたくさんありがとうございます。ちょっと待って、なんかさっき変な声聞こえたけど大丈夫？なんかですね、6年目になったか知らないですけど、なんか神の声が聞こえてきたけど、今日はですね、なんか手が震えましたね。6年目なのに頼みますよ。はい、じゃあツイキャス読みますよ。はい、はい、高保さん、こんばんは。こんばんは。はい、沖縄大吉さん、こんばん。名古屋。名古屋。FM ギノワン9周年おめでとう。ね、FM ギノワン9周年です ね、 ですね。おめでとうございます。ツインクルちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。XR5703、こんばんは。こんばんは。で、沖縄大吉さんが、何ですと？ハッピーバースデー、グー。キユ名古屋、グー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。フリーダムナイトになってる。フリーダムナイトワッチさん、キユ名古屋演者の皆様、ファンの皆さん、こんばん。キユ名古屋。キユ名古屋。はい、キユ名古屋。とうとう10月になりましたね。この度はキユ名古屋番組開始5周年と同時に FM ギノワン開局9周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもペーターさんが、進歩がない。さっきの話だよね。はい、カープボーイさん、みそにこみすきさん、ダンサーさん、ひげを剃っても約みつるさん、皆さん、こんばん。ワン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 。でもラジオか。最近なんだろう、かおりさんが向こうに行ってから、向こうの番組もすっかり聞くようになったなって。あ、ミカさんかな。あ、ミカさんが向こうに行ってから、向こうの番組もすっかり聞くようになっちゃったなって言っても、ワンデーだけだけどということで、ミカ元気かしら。元気ですよ。ミカさん今ラジオちゃんと、はい、くも字でやってます。はい、あ、くも字でもやってます。くも字でもやってます。ギネスさん、あ、ご無沙汰しております。名古屋の皆さん、こんばんは。久しぶり、ありがとうございます。はい、こんばんは。カップさん、ラジオ中学生の時にもハガキが言ってたんだけど、琉球放送のラジオジャックっていう番組にハガキ書いていて、イントロクイズに出てからに 10問中なのも外して校歌を歌わされたことがあるって。校歌で、学校の校歌だね。はい、じゃあメールを1通お願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあメールご紹介しますね。はい、こちらジョージさんからです。はい、ありがとうございます。王子ダンサーさん、みそにこみすきさん、そして今夜のゲスト、ひとみんさん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。ひとみんさん、なりきってるね。あ、そうだね。僕は中学2年生あたりからラジオを聞き始めました。最初は深夜の FM ラジオからスタートし、高校生からは伝説の小森克人ワイドにすっかり推進おか、あ、ワワイドだね。ワワイド、はい、にすっかり、推進し、おかげで成績は急降下。あ、ラジオ聞きすぎちゃったんだね。こんなこと言ってはなんですが、ラジオ聞きながらの勉強は決してお勧めできません。
勉強とラジオはきっちりけじめをつけましょう。おお、うん、きっちりけじめをつけましょうってことで、うん、はい、うんうん、推進って書いてあった。心身今なんか推進心が酔うっていうね。でなんか今ねあのみそちゃんがですね、うん、横からあのすごい顔して見てるからまた王子漢字読めないのみたいなね、うん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 、そうそう、うん、漢字読めてないのかなと思って、うん、ちゃんとひらがな売ってますから。あ、ほんとごめん、推進って聞こえたから何かな。あ、でもわからない、もしかしたらそうやって言ってたのかもわからない。うん、じゃあこの続きを見ますね。ごめんね、うん、話を越しようって、うん、今週転勤した新しい職場は FM ラジオを BGM 代わりにしており、朝から夕方までラジオ三昧の日々を楽しんでおります。あら素敵、うん、ラジオは自然に情報が入ってくるのでやっぱりいいもんですよね、ということでございます。はい、ありがとうございます。もしかしたらさ、うん、リスナーの方が聞いてて、あの王子また間違えてるよっていうのが分かったら、あの教えていただければ結構ですけども。はい、分かりました、うん、ということで、はい、はいはい、ということで、CM の後はひとみさんです。登場です。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。はい、電話ゲストコーナーです。本日は日本酒ナビゲーターでギフちゃんラジオ毎週日曜日18時からの番組むすびイズムのパーソナリティでありますひとみんさんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ひとみんさん、まずですね、はい、皆様に自己紹介の方をお願いしてもよろしかったでしょうか。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、岐阜の日本酒ナビゲーターのひとみんです。岐阜ちゃんラジオで、むすびイズムという番組でサブパーソナリティをしておりまして、岐阜の日本酒の情報の発信をしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私ですね、実を言いますと、はい、日本酒なんですけども、はい、たくさんですね、飲むことができないんですよ。
で、はい、で実はその日本酒もですね、うん、どうしてもですね、うん、翌日に残っちゃう感じなんですね。はい、でこれってやっぱりお酒の種類によってなんか変わるんでしょうか。これね、はい、ごめんなさい、私も全く一緒です。そうなんですか。そう、はい、決して強くはなくて、必ず次の日残ってます。あ、そうなんですか。なのでね、はい、お酒のなんだろう、種類なのか体質なのか、はい、わかんないですね。あ、そうなんですね。はい、なので日本酒っていうとどうしてもそういった感じになるのかなと思うんですけど、で実を言うと私はい、昔のイメージのその日本酒のイメージと今のイメージが今のある日本酒とすごく違うのが、うん、はい、すごく飲みやすくなってるんですよ。はい、うん、あ、確かにそれはありますよね。うん、で私まあ、古いお話で申し訳ないんですけど、本当に20年30年前と比べると格段と違いますよね。うん、違いますね。すごく本当に飲みやすくなってて、なんだろう、はい、昔の日本酒って言い方ちょっと合ってるか間違ってるか分かんないですけど、はい、こう日本酒感、お酒っていう感じがすごくね、はい、するかなと思うんですけど、最近のお酒ってすごく、フルーティーだったりとか、うん、ね、すごくなんか飲みやすく作られているなっていうような感じはね、私もすごくします。私、まあ、そこ日本酒詳しくないんですけども、はい、本当に飲んだ感じがすごく 甘みを感じる時もあるんですよ。はいはい、うん、ありますね。ありますよね。特にその、うん、別にそのね、果物が入ってるとか砂糖が入ってるわけではないのに、あれはどういった、はい、どういったところで甘み感じるんですかね。まあでも作り方でしょうね。うん、私はお酒を作ってないのではわかんないんですけど、うん、うん、皆さんそこら辺はいろんな努力をされていろんな味を出されてるのかなと思います。なんかすごく日本酒も進化してるなというふうに感じたんですけども、はい、実はですね、まあ 隣の隣にいるものもですね、最初は日本酒を、はい、あまり飲まなかったんですけども、うん、最近ちょいちょい、はい、飲むようになってきたものに変わります。トミさん、はい、こんばんは、味噌煮込み式でございます。はい、よくね、むすびイズムの番組で、はい、ひとみさんがサブパーソナリティの回の時にその、はい、ご紹介というかね、ゲストで出演されている方が結構岐阜の日本酒の、はい、に関わる方がたくさんいらっしゃいますよね。はい、で岐阜に、うん、うん、ですね、やっぱりいろいろ岐阜はやっぱりお水が美味しいのか、やっぱり日本酒もね、うん、たくさん美味しい銘柄がありますよね。ありますよ、たくさん。でなんか、はい、その、うん、日本酒のその作られてるところって何箇所ぐらいあるんでしょうかね。はい、40蔵ぐらいあるというふうには聞いてます。あ、そうなんですね。はい、で随分たくさんの、ね、方とお知り合いになってて、うん、おかげさまで、はい、おかげさまで。で、はい、今日ツイキャスでですね、岐阜 XR570 さん、はい、吉若さんだと思うんですけれども、はい、私は結びイズムの森人ですということでね、はい、ツイキャスを、ね、はい、いただいております。そしてですね、ありがとうございます。さらに分かりやすい説明がありまして、うん、ひとみんはお酒のお姉さんと、うん、コメントいただいております。お酒のお姉さんでありがとうございます。お酒のお姉さんで合ってますか。お酒のお姉さんで OK かと。でも本業はね、はい、その日本酒ナビゲーターっていう本業ではないんですよね。ではないですね。ではないですね。そうウェブ関係のお仕事を、ちゃんとお仕事をして、はい、あ、ちゃんとウェブ関係のお仕事ということで、はい、で、まあ、ラジオもサブパーソナリティとして、はい、ね、はい、毎週ではないですけどね、登場されて、その岐阜の日本酒のあれこれをね、はい、こうあれこれをね、いろいろ説明いただいて、うん、はい、でもなんかもうそのラジオですから、なかなかこう聞いてる、うん、
だけなんですけれども、本当になんか美味しそうな感じがいつもするんですけれども、はい、うん、はい、ありがとうございます。美味しいです。美味しいです。ラジオであれだけね表現されてるのもすごい素敵だなって思うんですけれどもね。いやもうね、本当ですね、うん、ね、ラジオ難しいですけどね。言葉でね、あのこの日本酒の良さを説明するっていうのもなかなか素晴らしいなって思うんですけれども、あのツイキャスだとですね、ギネスさんが個人的に日本酒は純米酒がいいですって、はい、うん、醸造アルコールが入っていると悪酔いするっていう風にいただいております。ほうほうほう、うんうんうん、なるほど。でも、うん、結構岐阜のお酒って割とその、ね、うん、お米にこだわったりとか作り方にこだわり、はい、結構ありますよね。うん、そうですね、あの岐阜に限らずだとも思うんですけど、はい、あの岐阜県ってすごくね、面積が広い、南北に長かったりするので、土地のね、やっぱりこう、うん、あの違いでいろんな味わいのお酒を楽しむことができるのかなっていうのはすごく思ってます。なるほど、うん、そうですね、なんかもう本当に高山の方ですとかね、うん、飛騨高山の方ですとか、はい、またね、あの、うん、岐阜でもこの岐阜市に近いあたりですとかね、うん、またねちょっといろいろ違い、ね、ありますもんね、たくさん、うん、そうなんですよ、西にも東にもね、あの広いので、広い県なので、海はないんですけどね、沖縄みたいに。ひとみさんは日本酒を、はい、あのね、ナビゲーターということなんですけど、他のお酒って飲まれるんですか？私ね、実はあまり、はい、なんだろう、岐阜のお酒が好きすぎて、ええ、岐阜のお酒をいつもたしなんでおりますので、他県、はい、のお酒ってね、実はね、あまり知らないんですよ。まあ、あの、ね、有名なね、うん、お酒はいろいろと飲む機会はあるんですけど、うんうん、本当に知らないお酒はもうまだまだたくさんあるの で、 そうですよ、ね、いろんなところね、そうお邪魔して飲んでみたいなっていうのは思ってます。ね、日本はね、本当にたくさんね、うん、もう日本酒という、ね、あの蔵元っていう意味ではね、うん、たくさんありますし、また広い意味でお酒と言いますとね、うん、やっぱり沖縄は青森もありますからね。うん、そうですよね、青森ありますね。ね、なんかお酒という、うん、ジャンルで考えると本当にね、幅広くなりますけれども、はい、あの、はい、一人ですね、ちょっとひとみんさんとぜひ話がしたいっていうね、はい、うちにちょっと滑ってる人がいるんですけれども、ちょっとその方に変わりますね。はい、はいはい、こんばんは、滑り王子でございます。王子はじめまして、よろしくお願いします。どうも、はじめまして、よろしくお願いいたします。あのひとみさんはやっぱり最初のこのね、あの日本酒のナビゲーターというあのきっかけっていうのは、やっぱり日本酒がお好きというとこから始まったんですか？はい、あのきっかけっていうのはもちろん日本酒が好きなところから始まってはいるんですけど、うんうん、はい、これなんか多分話すと30分ぐらい話せちゃうかもしれないんですけど、ぎゅっとまとめると、うん、あの岐阜県の日本酒を知らないよっていう方が私の周りに結構いらっしゃったので、あの県外の方で、はい、うん、なので、あ、これちょっと岐阜県の日本酒ちょっと頑張って広めたいなっていうふうに思ったのがスタートです。ああ、そうするともうあの岐阜のね、うん、あの日本酒の自然大使のようなもんでございますね。いやいやいや、もうね、あの本当に ただただ日本酒好きな、うん、ただただその辺の人です。あ、でもね、こうね、あのお好きだからまたね、うん、いろんなことを詳しくね勉強されて、はい、あの皆様にね、あのお伝えしてるんじゃないかなと思いますけども、はい、王子もね、うん、お酒ね、あんまりね、あの日本酒は特にね、はい、得意じゃないんですね。うん、で、先ほどの話のように、うん、このフルーティーなね、甘い、ね、はい、日本酒をね、本当に若かりし頃飲んでしまいましてね、まあ、それがね、はい、とんでもなくね、もう酔っ払ってね、はい、もう店長ぐるぐる回ってましたんで、うん、でそれ以来ね、回りますよね、店長。それ以来本当にね、日本酒だけはちょっとね、飲みづらいなっていうふうにね、思ってしまうんですけども、はい、まあできることならですね、はい、まあ、そうね、天井がねぐるぐる回ってるような状態の王子をね、ナビゲートしていただきたいなと思いますね。はい、おだまりひとみさんにね、おだまり、はい、ぜひ、ありがとう。うん、本当にそうだよ、ね、これで、ね、うん、みんなとお酒飲んでる時に、ね、王子だけがね、うん、どういう加減かわからないけどね、もう、ヘベレケになってる場合がございますんで、おだまり、うん、それちゃんとね、ナビゲートしていただいて、うん、どっか連れてってもらわないと、はい、どこに行っちゃうかわからないっていう、ふざけるな、はい、
うん、まあそんな具合でございますけどもね、はい、ちゃんとね番組の中では、きっちりとしたね、真面目な、ね、お話もねちゃんとしてますので、はい、うん、何ですかそれ。いや、じゃそれをちょっとあのねあ、ちょっといいかな、はい、ちょっとね今ねツイキャスでギネスさんがちょっと気になることを言ってらっしゃって、はい、岐阜かって対馬屋と百十郎はたまに飲んでたっておっしゃってるんですけども、嬉しい、これはちょっと私もどんな感じかわからないのでひとみさんが、はい、もしできればわかる範囲で説明いただけたらと思いますけれども、はい、はい、対馬屋というお酒は、はい、美濃加茂市の三尾桜醸造さんというところのお酒で、はい、はい、百十郎というお酒は鏡原の、林さんというところのお酒ですね。おお、すごい、やっぱり今ひとみさんとちょっとこの日本酒ナビゲーターの素晴らしいナビゲーター感を感じました。すごいですね。何も いや本当に別に何も打ち合わせしてないんですよ。今、うん、ツイキャスにね、うん、ギネスさんがおっしゃってたのを読んだだけで、うん、もうすでにそういう蔵元の解説が、はい、出るっていう素晴らしいですね。できてよかったです。よかった。で、あとですね、はい、山中智文さん（かっこ税理士）さんからですけどね、はい、純米吟醸酒も美味しいけど、はい、これからの季節は鍋をつつぎながら熱燗もいいですね、はい、ということで、あーいいですね熱燗いいですねねえって言われてますけども、うんうん、あとギネスさん蓬莱も飲みたいなということで、おお、飛騨市の、渡辺さんのお酒ですね。あーそうなんですね、はい、飛騨市古川すごいですね、うんあそんなにスラスラ、はい、素晴らしいですね、はい、あ、すいません、今日ってそういえば横浜からなんか、はい、話でちょっとなんか今更ちょっと言うのもあれですけれども、横浜から出てくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はお仕事ででしょうかね。はいはい、そうです。ねえ、あ、ね、その本業のねお仕事でちょっと出張に行かれてて、はい、横浜からというところで、はい、で、まあ、リモート放送ですので、ちょっとね、はい、どの場所に行ってもこうね、お話しできるのはちょっとありがたいことですけれども、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんかややこしいですね。今私ややこしいとか言わんで、うん、名古屋から放送しておりまして、はい、実際の放送は、沖縄県宜野湾市で、宜野湾から電波が出てて、ゲストのひとみさんが横浜で。うん、で、はい、横浜で話しながら岐阜の日本酒のナビゲーターっていうねそうそうそういろんな地名が出てきましたけれども、はい、リスナーの皆様ちょっとご理解いただけたでしょうかね、はい、でもね、やはりそれだけね、岐阜のなかなかこう実は沖縄で、うん、そのやっぱり東京とか大阪とかの情報とか入るし、はい、あと名古屋のね情報って入るんですけど、なかなか岐阜県のその情報っていうのが入らないところがあってですね、はい、うんうん、はい、で、こういった感じでね、お水も美味しくて日本酒もたくさんありますよっていうところがね、今日こう放送してきたので、はい、いろいろ説明していて、でしかもねギネスさんのこのお話で、はい、ね、銘柄でね、はい、どこのね、蔵元っていうところもご紹介いただけて、はい、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にすごいなと思って、まあ、いろんなことをね、お勉強されてて、もうねこれを聞いたらですね、まあ、今から、はい、ひとみさんね、王子がの本題に入りますので、本題、うん、え、やっぱりね、それぐらい、ね、本題入らなくて、え、これどうしても言いたいもの、やっぱりですね、そういう知識が豊富に、ね、なるようにですね、まあ、王子をですね、こうリサーチしていただいて、うんうん、ちゃんと入ってる？今格下げてないよね。入ってるよ。入ってるよね。入ってる。うん。まあ、聞いた方がいいんじゃないの？まあ、密室でね、二人きりでね、王子をチェックしていただきたいもの。おだまり。ね、そうするとですね。あ、もうダンサーズもう下げた方が良さそうですよ。今切りはい、今切りました。はい、はいはい、ということで、すいません、残り時間少なくなってしまいましたけれども、はい、ちょっとね、せっかくですので、何かいろいろ PR したいことがあったら、ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。まずはちょっとなんか初めに言わなきゃいけないなと思ってて忘れてしまったんですけれども、あ、はい、放送開始6年目ということでおめでとうございます。 ありがとうございますすいません、一番最後に、いやいや、ありがとうございます。
はい、でそれと、今の日本酒のお話とかもそうなんですけれども、はい、私たち、岐阜ちゃんラジオで、はい、岐阜の縁結び情報番組むすびイズムという番組を日曜日の午後6時から、放送生放送しております、はい、でその中で、はい、メインパーソナリティのめぐたん、はい、そう実はめぐたんさん、ね、はい、D グラッドさんの CM の今音声をやっていただいております。はい、はいはい、そう、そのめぐたんと、はい、それから、はい、私たちパーソナリティ3人、サブパーソナリティが3人おりまして、はい、週替わりでいろんな情報を発信しておりますので、またこちらの方もどうぞよろしくお願いします。あの、サブパーソナリティさんのご紹介もいただけますでしょうか。あ、いいですか。はい、お願いいたします。はい、キウナゴヤさんにもね、出演をさせていただいております。はい、はい、遊びが仕事で仕事が遊びで合ってたっけな。ももすけ。YouTube でも、ね、有名なね、ももすけさんですね。そうですね、はい、はい、YouTuber ももすけと、それから、ソプラノ歌手の、はい、大熊圭さんですね。はい、はい、そして私、岐阜の日本酒ナビゲーターのひとみです。はい。はい、がお送りしております。ももすけさんにはですね、うん、お会いするたびに本当にこの、ね、うん、滑り王子が失礼なことを言いまして申し訳ございませんって会うたびに謝ってますよ。そうなんですね。はい、もう本当に、はい、失礼極まりないことを言いまして本当にですね、はい、ももすけさんあまりそこについて特にリアクションはなかったんですけども、ただ念のためこれはきっちりをお詫びしなきゃいけないなと思っておりまして、まあ当人は、はい、当人は何とも思っておりませんけども、はい、そんなややこしいことがございました。はい。ということで、はい。まだ喋りたいんですか、あなた。入ってない。あ、そういえば王子の音声切りっぱなしでしたよ。はい。また今放置プレイが始まってましたね。ずっとカフが下がってると王子ずっと喋ってたんだけど、みんなわからなかったよね。ね、うん、でマイク入ってなかったんだもん、ずっと喋ってましたけど、うん、そう、ごめんね、うん、すっかり忘れてた、うん、ずっとひとみんさんって呼びかけてたんだけど、うん、聞こえてないよね。はい、聞こえないです。あら、聞こえないです。あら、まあ本当にね、まだね、たくさんねお話がしたいなと思ったんですけども、うん、もうね時間が来てしまってでね、はい、でしかもあれですよ、うん、もうツイキャスで皆さんね、はい、レッドカード出されてますからね、なんで王子。22時29分王子リサーチしていただく密接で王子をチェックでセックハラ寄りでレッドカードって。え、そうなの。そうだよ。はい、ペーターさんからもレッドカードいただいております。はい、高坊さんもですね。はい、え、ひとみさんそうなの。なんかリスナーの皆様が言ってるんですか、ね、ご本人に聞いた方がいいかなと思って、はい、もう終わりです。はい、ということでですね、どうもありがとうございました。はい、岐阜ちゃんの結びイズム、ね、はい、毎週日曜日18時からということで、はい、ラジコで、はい、全国でお聞きいただけますので。そうですね、ラジコで聞けますからね、県外の方も、ね、ラジコプレミアムで聞けますね。はい、岐阜ちゃんラジオ、はい、日曜日夜6時ですね。はい、ぜひお聞きいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、本日は日本酒ナビゲーターでパーソナリティでございます、ひとみさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ひとみんさんにね登場いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。岐阜 XR570 さんからですね、はい、ご観覧もできますということで。そうです、大事なこと言い忘れてました。ね、そう、ギャラリーができるというかね、岐阜ちゃんはですね、生放送で、生放送で、はい、放送してるんですけども、はい、スタジオが
あの外から見れるガラス越しですけどね、見学できるということでね、はい、見れますので、はいはい、もしですね本当ですアクセスもとても良い場所で、本当そうですね、はい、岐阜駅から歩いて岐阜駅にも直結してます、直結してますよね、直結してますので、ぜひね、岐阜にね、はい、お立ち寄りの際はね、はい、もし日曜日の18時でしたら、はい、ね、生放送でね見れますから、はい、いやいいですよねやっぱりね直接ね、うん、こう見れる、ね、ギャラリーがあるっていうのはすごくいいですね、うんうん、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ということで、はい、名古屋は栄養コーナーの前に、まあ、メールもちょっとご紹介しましょうか、はい、はい、お願いします、はい、あ、じゃあ私からいきましょうか、はい、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、ありがとうございます、ありがとうございます、ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、6年目ありがとう、6年目おめでとうございます、ありがとうございます、テーマラジオ、ラジオと音声配信で喋っている僕ですが、そんな僕がなぜラジオを始めたのか、パーソナリティになりたかったのか、改めてお話ししたいと思います。僕がラジオを始めるきっかけになった人物、赤い公園の角舞沙さんでした。彼女が当時レギュラーを務めた NHKFM の夕方パラダイスでした。仕事中や仕事の帰りと、僕は角さんからたくさんのパワーをもらいました。彼女の番組が大好きで、角さんが大好きで聞いていました。火曜日だけではなく水曜日も楽しみになりました。しかし4年前の10月、角さんが亡くなられたとニュースを SNS で知りました。僕はその内容を見てショックで、悲しい気持ちと悔しい気持ちが入り混じってしまいました。リスナーとして角さんに何かできなかったのか、何もできなかった自分に腹が立ったことも、しばらくして僕は何ができるか考えました。たどり着いた答えがラジオでした。あれから4年、僕は念願だったラジオパーソナリティになりました。自分の番組を通して角さんへの感謝の気持ちを伝えたいと思います、ということで、ね、沖縄大好きさんが、ね、大好きを叫ぼうということで、本当に、ね、大好きな、本当に何て言うんでしょう、こう前向きになれるっていうか、明るい気持ちになれる番組なんですよ。でそれをやられた理由がこういう理由だったなって、だったんだっていうのをちょっと改めて知りました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いてですね、はい、もう一ついきますね、はい、きゅう名古屋の皆さんこんばんは、岐阜の9人のバーバーです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。私は中学生の頃からラジオが好きで投稿もよくしていました。今みたいにメールのない時代、何枚もハガキを買ってリクエストや文通の募集みたいなものにもよく投稿していました。大人になってからは、毎日ラジオは聞いていましたが、投稿することはなくなりました。岐阜に来てからは、毎日東海ラジオを聞いていましたが、ラジコで沖縄の放送を聞けるようになったので、今ではほとんど沖縄のラジオをラジコで聞いています。投稿するようになって、本も読まなくなってしまったのが悩みです。日曜日の18時から始まる岐阜ちゃんラジオの結びイズムは毎週ほとんど聞いていますよ。今日は結びイズムでお話をされているひとみんさんがゲストなんですね。楽しみです、ということでございます。でも良かったでしょ、王子とあの絡みが、ひとみんさんの。いや残念ながら途中でレッドカード出てみんなボリューム下げましたから、うん、王子、あのね、滑ってます、うん、あの顔が下がってる時はね、いろんなこと喋ってたんだけどいやごめん全然聞こえなかった、うん、あの王子も忘れてて、うん、ね、顔が下がってるのは一生懸命なんか言ってたんだね、うん、言ってたんだけど全然ごめん伝わらなかったよ、みんな聞こえてなかったんだ一番面白かったのに残念だなはい、はい、ということで、じゃあ名古屋は栄養コーナー行きます。はい、はい、名古屋は栄養コーナーです。はい、はい、で実はですね、ちょっと、はい、このお二人にはですね、はい、私知らせてなかった、うん、ジングルを作ったんですよ、うん、もう一回ちょっと聞いてもらいましょうか、うんうん、もう一回聞いてもらいます、はい、We are KU
Radio Nagoya. なんかこれですね、うん、発注しました。おう、発注？発注しました。はい、ふーん、発注しました。おすごいかっこいいあれだな、うん、これ種元ですけども、はい、作ったのアメリカです。はっ、そうなの。はい、うん、アメリカに流しました。で、もっと言いますと名古屋でこの間開局しましたハート FM、はいはい、ハート FM がジングルを作ってる会社に依頼しました。はどうなの、うん、そうなの、はい、すごいじゃないですか、うん、もう一度パターンありますけど、うん、またこれはあの来週ですけど、うん、あそうですか、ちょっとそんなの発注できるの、発注で全部英語でやり取りなんですけど、うん、すごいね。ある程度のサンプルがあって、うん、でそれを選ん で、うん、でこういう風でやってください、ああいう風でやってくださいって言って、うんうんうん、で一応これまあ、内容はちょっとダンスミュージック的にやってくださいと、うんうんうん、EDM 名古屋のダンサーズだけに、うんうんうん、EDM 感じで、うん、で旧名古屋っていうのも、うん、入れてくださいということで発注したんですね。そしたらこんな感じで来たので、とってもいいじゃないですか、うん、いやなんか今時の FM 曲っぽいなって思う、うん、あでもそれは FM 曲だったわ今で、まあ、ちょっとですね、うん、6年目ということもありまして、うんうんうん、こんなジングルを入れてきました、はい。また来週はまた違うジングルが出てきます、うん、なるほど、はい、ということでして、はいまあ、それもそうなんですけども、はい、まあ実はですね、キウ名古屋、はい、冒頭からお伝えしていますように、うん、2019年10月1日からスタートした番組でして、はい、で当時ですねリモート放送というのがとても珍しい、うん、そうですね、番組だったんですね、うん、まだあんまりそういうたのはなかったですもんね、うん、まだですねよく言われるズーム会議とか言われるものがまだそこまでではなかった時だったんですね。存在はあったんですけども、うん、まだそこまでではなくて、でその後ですね、まあ、コロナ禍になったっていうこともあって、まあ、リモートが増えてきたっていうのが始まりだったんですけども、当時ですねもう2019年10月の時にこれをやる時にですね、やはり実際にスタジオでFM ギルマンスタジオで喋らずに何ができるんだっていうことを考えておりまして、うんうん、でいかにボーダレスでやりたいというのが私たちのモットーだったんですね。しかも生放送にこだわったっていうところなんですよね、うん、いかに名古屋にいながら沖縄に近いところにいるかというところで、やはり、うん、そこをいろいろ考えた形がこういったことになって、その流れがこの6年目になったというふうに思っております、はい、で、まあね、今昨今言われております、ね、ラジオが面白くないラジオ離れっていうのを言われてますけども、うん、やはりそういったところもですねカバーできるような面白いコンテンツを作らなければならないというふうなことを考えております。今後もですね旧名古屋もっともっと楽しく、そして沖縄名古屋を架け橋となる番組をさらに目指していきたいなと思っております。と、はい、うん、いうことです、はい、で味噌煮込みすぎか何かお話あるんですか。ね、やっぱりここまででいろいろ支えてくださってるやはりスポンサーさん、はい、うん、リスナーさん本当に感謝したい、感謝しております、うん、ありがとうございます、ね、もう一度ね、会社名をねお伝えしましょうか。ね、いつもエンディングでも呼んでますけれども改めてね名前を、はい、では王子がご紹介します。はい、名古屋東海共和さん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。リテールクリエイト社会保険労務士法人さん、はい、税理士法人ベスタックスさん、はい、グランレイナさん、はい、ありがとうございます。那覇首里中村聖香さん、ありがとうございます。 FMJG さん、はい、ありがとうございます。おやつと軽食の店夢屋さん、はい、ありがとうございます。リラクゼーションサロンなごみさん、ありがとうございます。リーグラットさん、ありがとうございます。名古屋港区 JTA さん、ありがとうございます。真っ赤なメルセデスさん、ありがとうございます。こちらの方々がスポンサーさんでございます。いつもありがとうございます。本当にね、ここまでいろいろ支えてくださってね、本当に感謝しております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、
そしてですね、ね、また6年目ということでね、ステッカーをね、FMJG さんにいつも作っていただい、作っていただいたステッカーがあるんですけれども、ね、ちょっと最近キウナゴヤステッカーと王子のステッカー、滑り王子ステッカーがね、最近ね、ちょっとね、やっぱりこの6年目ということで、またプレゼントを、特別にですね、来週出さないですもんね、来週なんですので、来週にプレゼントを応募受付したいと思いますけれどもね、キーワードをね、また王子が言いますので、来週で、来週番組を聞きくださいただいて、キーワードを書いて、またメールでご応募いただけたらと思います。プレゼントは来週にねということで、来週の放送を聞きいただいて、パスワードは、パスワードじゃないけど、その、ね、キーワードね、キーワードはね、王子が伝えるということで、ということでした、名古屋は栄養コーナーでした。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。はい、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ありがとうございます。以前はラジオを聞くのは1日30分もなかったように思いますが、ここ数年はテレビの視聴時間よりもラジオを聴いている時間の方がはるかに長くなりましたね。ラジコの存在も大きく、ラジオはすっかり生活の一部になっておりますということでございます。まさにそうですね、私たちも、はい、そうだね、ありがとうございます。はい、はい、続いてですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。本格的にラジオ番組のリスナーになって8年以上になりますが、現在のラジオネームはご存知、銭形警部になっておりますけど、たっては28年前に玉城デニー知事が久茂地の放送局でラジオ番組のパーソナリティを通していた震え合いパレットで一時番組に参加した時のラジオネームは沖縄の江頭2時50分で投稿していた時代がありました。4、5年後も一時西町の放送局でチャットステーションに参加した時のラジオネームは和製キアヌリーブスとして参加していた時代がありました。そうなんだ、知らなかった。結構じゃあラジオにも変わってるんだね。ねえ、なんか今ちょっとラジオでも聞いたんですけど、なんか全部滑ってますよね。全部滑ってってリスナーさんになんて失礼なこと言うの。まあまあ警部だから大丈夫でしょう。ゼリガトさんだから大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあメールを紹介します。かくれんぼ大好きな王子、王子の麺を握るダンサーズさん、王子ビーフを食べたい味噌煮込みさん、王子ビーフの王子がね、滑り王子の王子になってんのよ。こんばん、名古屋。名古屋ラジオネーム高坊です。ありがとうございます。ちょっとふざけるなじゃない。何も聞こえない、何も聞かせてくれない、僕のラジオが昔より壊れてしまったなら、スマホで聞けるのは本当に進化ですね。さて、私は高校生の時、東京の深夜から早朝ラジオを聞いていました。朝の情報バラエティ番組、榎本克興、元 TBS アナウンサーの榎本さん、おはようさんの公開録画があるとのこと。朝も暗いうちから弟を連れて久茂地の2階広場に行きました。朝5時からの生放送、とても楽しかったですね。今では生島博さんが後継者として番組名を変えて放送しております。ラジオで初めて公開放送行った思い出です。全く後悔はしていませんって。これね、ちょっと口で言うと分かりづらい場所じゃない。全く後悔は後悔先に立たずの後悔ですね、です、全く後悔しておりませんということで、ありがとうございますか。
それでね、公開放送行くとね、まあ、うん、面白いですもんね。今さダジャレかと思ってさ、なんか突っ込み入れた方がいいのかなと思ったら普通だった、ごめんね。普通それは普通のことはもう言いますよ。うん、ねえ、アギネスさんが、あ、そうか、漢方師さん徳永英明かって、そうね、そう、これ徳永さんの歌だったんだね。そうだよ。いや、ごめん、なんか歌おうかなと思ったんだけど、うん、歌う、何も聞こえないだよね。ちょっとはい、じゃあ行きますよ。はい、どうぞ。はい、じゃあ一節が歌えないよ、はい、何も聞こえない、その後わからないもん。これおだまりあれなのかな、何も聞かせてくれない、これも歌詞なのかな、うん、ちょっと文字わからないんですけど、最初のフレーズだけわかりましたんで。あ、壊れかけのレディオのこと。そうです。ああ、そういうことか、ごめんなさい、今わかった。そうなんですよ、普通に読んでしまいました。いやいや、でもあのちょっと突っ込んでね、うん、あの王子歌っちゃおうかなと思って。そっか、うん、はい、じゃあメールを、はい、メール紹介しますよ、はい、ツインクルちゃんからです。ありがとうございます。キウナゴヤ5周年おめでとうございます。ありがとうございま す。さて本日のおテーマラジオ、だ、うん、おテーマって書いてあるの、うん、ラジオ聞き始めたきっかけがあります。演芸集団 FEC という事務所に所属しているまーちゃんさんという方が担当していたラジオ番組がきっかけです。そこからいろんな番組を聞くようになりました。メールも楽しくて送ってますということです。ありがとうございます、はい、そうですよね、うん、ね、そうそう、ね、FEC のね、あの関するラジオ結構ね、ちんくーちゃんいろいろたくさん出されてますもんね。このね、この後のね、FEC チューン堂もね、よく奈々ちゃんがね、はい、あ、ごめんなさい、チンクルちゃんがね、そのいろいろね投稿してらっしゃいますよね。そうですね。ね、はい。はい。この後中地さんがおしゃべりすると思うんですけど。あ、そうですね。今日は中地さんですね。はい。はい、そんなわけで、うん、岐阜 XR5703、はい、鶴光のオールナイトニッポン。おい。これは。あ、もうそれはね。これはですね、デファクトスタンダードですよ。デファクトスタンダードなの。で、ギネスさんが、はい、あの壊れかけのラジオ、チョックンとアッキーラさんがやってたやつって。あ、そうですね。うん、どうだね。はい、うん、で、そういえば、あれでしたね。10時半からやってましたね。時もありましたね。キウナゴヤ30分の時に、ね、うん、そうでした、懐かしいですね、コラボもやったこと、うん、そうだね、そうそう、楽しかったですよ、はい、あれは、うん、はい、はい、いろんな歴史があります、うん、そうです、忘れてました、うん、30分から1時間番組になりましたもんね。そうなんですよ。で、あの山中智文さんが、はい、思春期に少年からっていうね、また歌を入れるよね。あ、分かったよ、ね、おだまり変わるだよね、おだまり。うんじゃない。はい、はい、ということでエンディングです。来週のテーマはポイント。来週のテーマはポイントです。財布の中に各お店のポイントカードがいっぱいあります。トークのポイントは抑えているつもり、実は鉄道レールのポイントを眺めるのが好きなど、ポイントエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。
ね、6年目もまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。来週はステッカープレゼントもありますよ。また、ね、また生放送でガンガン王子が喋っちゃいますんで、6年目もそんな感じのトークなんですか。まあ、多分ね、まあ、冒頭からね、言ったようにね、まあ、変わらず若さを保ったままで、ね、若さ、うん、若さといいのかしら、うん、なんか、なんかフレッシュな感じなんですか。そうだよ、まあ、それずっとそれをね、そうだよ、うん、それをね保ってね、ずっとね、またね、次のね6年目も突入したいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、今週もくださいました、はい、ありがとうございました。ということで閉店クローン、クローン。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。まあ、またね来週もね、うん、まあ、新たな、ね、まあ、年を迎えるということでですね、はい、うん、まあ、この3人頑張ってまたやってまいりますのでよろしくお願いいたします。はい、岐阜 XR570 さん、改めまして、ムスビーズム岐阜ちゃん、日曜日午後6時よろしくお願いしますということでした。はい、ありがとうございます。はい、いや本当私たちもそのね、ギフちゃんのね、本当にムスビーズムって番組へ ね、でも本当にね、やっぱり楽しいですよね、うんうん、公開放送は、うん、またまたお邪魔したいと、お邪魔したいってもガラス越しですけどね、はい、いきなり見に行きたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。また来週です。